メーカーがそれ用の製品出しますか、色つけられるモトリ。あ、もうちょい、もうちょいだ。専務寝てますよ。喋り出すぞ。専務、専務。危ない危ない危ない。専務。専務と遊ぼう。これはうまいこと言ってますね。これ見るとなんか上からビューってだんだん下に向かって白くなってるのがいいですね。まずレジンキャストってものがどういう風なものかということがこれで分かったと思います。これこっち注ぎ口じゃないですか。流しやすくせんとダメだね。注ぎ口は大きくしとくんです。おー、なるほど。そうすると自分の重さでどんどん下に流れていってくれるんで、ここに一回湯だまりのようなものを作ります。はい、そんなに大きい、うん、入れやすい方にせんとね。これ速やかに流し込まないとやってる間に固まっちゃうんですよ。悲しいんですよね。だから大体120秒といえども使える金あの時間は30秒ぐらいしかないと思ってもらったら、混ぜて流し込んでからね、一気に流し込んでください。次、さあここでいよいよです。また離型剤っていうものがありまして。同じ離型剤ですか？違います。へ、今回はこのレジンキャストはシリコンにはくっつかないんですけど、やっぱりこれで何個も抜きたいんですよ。和田さんこれ3万円にするって言ってたから、はい、そうか、3万円つまりそれが売れますよ。2個で終わっちゃうのと10個いけてだとだいぶ値段が違うじゃないですか。確かに6万円しか稼げないか。型はやっぱり長持ちしてほしいんで、確かに経済を拭いてスムースにこうスポンスポンと抜けるようにするわけなんですね、はい、で、1回でもレジン流しちゃうとどんどん劣化がそこから始まってって、しばらく経つとこういう風になっちゃって、触ってもらうと分かるんですけど硬いんですよね。硬い。こうなるともうあの柔軟性がないんで、例えば食いついてベリって取れちゃったりとかしちゃうんで、そうならないように1回でも流すんだ、流したらもう流し始めたら最後までやった方がいいですね、うんうん、はい、じゃあこれをちょっとガーッ振ってください。スプレーはもう普通にただスプレーです。ここを全体にですか？あのこの流れるところだけやっていただければ。で、あ、近いで、液がそこにバーっていっぱいって垂れたりとかになっちゃうと、その形がのプーになっちゃうんですよ。だからもう全体にふわっとこうさらっと、はい、もうちょっと垂れる。でね、スプレーとかですね。そうね、はい、スプレー拭くときってあの壁にこう描くときでも何でもどうなんですけど、スプレー拭くときは割とこうこのぐらいの距離でシュッてやったときにふわっ、よく振った、あのこう見てブシューってそこに当てるんじゃなくて、あ、そうなん、シューって出したやつをふって振りかけるみたいな、シューふわシューふわ。だからこの場でシュッとやると、スプレーって出始めにドバっていっぱい出るんで、うんうん、最初にシューって出してシューフンシューフンみたいな感じでやっていただく、イメージできなくてもイメージすると大体そんな感じになる。シューフンシューフンシューフンって言いながらね、むずいむずいむずい。まあ、そういうイメージでやっていただくときっと、うん、体はそういうふうに動くと思うんで、ちょっと距離を持って、ちょっと距離だけ、一回練習して、ちょっと終えて、こういうのはもう候補得意やから、こう、軽く拭く練習した方がやる、はい、あとね、押すときはスプレーは何でもそうです、みっちり押し切った方がいいです。そうなんや。あのスプレーの性能を発揮するために、ああ確かに、よう飛ぶで、霧が飛ぶでしょ。あ、なるほど。霧をね、うん、近い。それがそれ、もっと、ほら。ほらね、なるでしょ、やっぱり必要なんですよ。はい、もし、うん、片面やってちょっとあれだったら、やります、うん。もうちょっと。これ全部かかってません？いいです、全部かかっていいです。かかっても大丈夫です。ちょっとユニーク。ユニーク。ユニークを足して。うん、はい、いいと思います。はい。いいと思います。うん。うん、優秀才能ある、はい、うまっ、全然違う。チキータそんなことするの、うん、僕ら違うわ、まあ一人でちゃうからね。はい、OK です。はい、これでシリカの理系剤終わりました、はい、これ、まあ、このままバーンっていっちゃうんで、だいたいそのバインドをするんですね。これもいろんなやり方があって、大手の工場なんかだとこの真ん中にボルトを最初から埋め込んでおいて、ナットとボルトでギュッてしまったりとか、あと今これすごくフラットなんで、この板をこう両側に挟んでゴムで縛るとか。でなんでそこう板とか当てるかっていうと、この輪ゴムで縛るとテンションかかるのここだけじゃないですか。ちょっと真ん中だけ歪んだりとか少し膨らんじゃったりとかして、この
プーがこのままの形じゃなくてこうギュッて押された形だとこうなんかお腹へこんでるとか正確な形にならないんで均一に力をかける必要があるからなんです。ゆうちょ、分かった今の。はい優秀全然分かってない優秀結構力いると思うんで、はい、何本ずつ食べますか。もう縦横にチェックにするんで、それが剥がれないぐらいにいげたでいいと思います。いの形で例えばこれあの100均で売ってる布団挟むやつ、これであの真ん中押さえるみたいなやり方もあるんです。これでここまでするんですね。まあ、模型って大体何でもそうなんですよ、ここまでやるんですかみたいなことで担保されてる部分があるんで、こんな才能頭すごいですね。これはだからね30年40年ですかの集合値なんですよね。それをみんなまだインターネットが始まる前から雑誌で見たり今だったらもうネットで見てこんなやり方あるんだこんなやり方あるんだって全員で底上げでレベルアップされてる。それで作って今みんなワンダーフェスティバルに持ってこられたりとかしてるわけです。出力品とレジンと同じ大きさでも重さ違うんであんま参考にならないんですけど、何グラムですか。このプーさんがまずとりあえず何グラムか、何キロなんだろう。キロはないと思うんですけど25グラムなんで、そうどうだろう。まあこれ軽いからやっぱりじゃあ25ぐらいでいっときますか。もうちょっといっちゃいいんじゃない。じゃあ50でいっときますか。まずいっとこう。はい、50にして。しまった。どうした。ね、これもちょっとしたアイデアなんですけど、これ色ついてるとどっちか一回使ったの分かるんですよ。どっちも白だから間違えたこと入れるとこの中で固まっちゃうんで、よくやるのが A と B で先言わないでくださいよこういうこと先回りこういうことなんですよただこれどっちを A としてどっちを B とするかが分かんないので、これもここに書いておきましょうね。あ、上に書いてありました、ね、どっちが A だった。こっち。おでもここは B で、うん、その通りですね専務寝てますよ。いや専務専務危ない専務もう完全寝てましたね。寝てたいや、いやもう出てないよ。昔はこういう風にやらないで出てないよ。その前はもう指噛んでたし、失敗すると指は噛んでない。こういうやり方で指も噛んでたし寝てるしもうめちゃくちゃです。入れます。これでもうしっかりとこみっちりと混ぜていただく。ただあんまりやりすぎるとこことかで固まっちゃうんで、それをここにジョボジョボ流します。ただ上まで来ちゃうのでそれは加減見ながら、はい、そうするとうまく流れればこことこことここの空気穴のところに上がってくるはずなんです、うん、上まで上がってくるまで流しますが、はい、じゃあやってもらっちゃっていいですかね、はい、これちょっとこうやると注ぎやすいです、はい、はい、どうぞ全部入れて、まずその段階は大丈夫です、あの危険はないです。次の段階からここから危険が入る、はい、ここからスピード勝負ですね。ドン、はい、切り合わせ、はい、焦ってあんまり混ぜないと効果不良を起こしますね。もっと早く急いで。これどれくらい混ぜたらいいんですか。これはこれね、同じ色だからね分かんないんですけど違い色だったら均一に混ざったらってことなんですよ。そうすると混ざった、あーもうちょっと混ぜて、この時にあんまりガーやると気泡入ったりとかするんで、はい、卵かけご飯を混ぜる感じで、はい、大丈夫だと思いますよ。行きましょう。はい、でね、はい、ここに注いでください。はい、あ、やばい、怖い、怖いですよ。入るんだったらどんどんやってください。ドキドキドキ、急がんと固まっちゃうの、うん、これだけちょっと、あんまり調子いいと下から漏れてる場合があるんで、そしたらバインドの箇所を増やしたりとかします。さあ、まだ入る、向こうから出てくるまでやっていきましょう。お、足んなかった。足りないです。あれなかったか。全部入った。はい、じゃあ、急ごう。急いで、もうそれも無理じゃん。そういう時はもうチキータ追加してもダメだから諦めよう。じゃあこれは今回失敗品として、はい、じゃあ次11でいきますか。はい、じゃあ大丈夫です。 OK です。はい、これがだから見てて、これが固まったら中も固まってるってことです。はい、でここからまたまったりタイムですよね。まったりと。あ、そうなんですか。そう、しばらく俺ただ待つしかない。待ってなきゃ、はい、専務、この失敗は誰のせいになります。大盛りチキータ、はい、50でいいって言ったじゃないですか全体責任だと取っていただきたい上げてみましょうか。うわ、怖っ。
いよいよ開けますこれ剥がすんですね。そうです、ゴムを外しましょう。ゴムを外してバチンとなるから気をつけてください。はい、行きます。さあどうだろうか、はい、雑な人に見えてよかった、ね、ちょっと覗いてあんまりにもふにゃふにゃだったらもう一回戻したりとかするんで、それもありですか。あ、いけてる。あ、え、いや、あ、今のためがいいね。あ、え、怖いもの出てくるんだきっと。え、どうなった。あ、もうちょい、もうちょいだ。あ、ミシー、ミーちゃん、ちょっと大事な部分がノータリーになってしまった。ノータリーだ、ノータリーだ。え、でもすごい、こんな感じ。そうなるんですよ。一発目から成功したかったな。あ、大丈夫。あ、2回目チャレンジだ。あ、やばい。え、どうした。あの棒から取っていかんとダメですよ、取るときは、はい、でこれ見ながらね。あ、これチキータ、チキータ、はい、顔もギリギリできた、はい、あ、ほんとや、破壊だみたいになったんですけど、ね、あ、でも綺麗にできてる。角刈りプーちゃん幸先いいじゃないですか、はい、ちょっとそれ見せて見せて、ね、はい、これほら流々、この丸い直径がほら8ミリぐらいあるようなものが、これ急にほらここだけ細くなってるじゃないですか。意味がもったいないですよ。せっかくこれも角棒があって重さがそこにここで生かされないんですよね。この重力で下に落ちるわけですから、ここはだから太くないとこう落ちて上げなあかんから、これをほら水圧を上げるためにはここを太くしないと、そこの道を太く、はい、ここの道を太く作っていくだけ。なんだら掘ってないこっち側も、そうそう、やるとより効果的、流れやすくするために太くですね。すごい、固まってないと思ってました。そうなんですよ。ちょっとまあ余分も考えて70、70、70、70、はい、余ったら減らしましょう。余るぐらいの方がいいんですよ。ちょっと余らせるのは、うん、そうなんですね、はい、70ずつにしました。はい、ありがとうございます。これで足りると思います、はい、思いっきり。あ、でも混ぜ方は OK だ。さて、はい、こういうところでダーッと言うだからもうそんなに押すほどだーは大事ですよ。面白さは特にないと思うんですけども。やばい、笑って。大阪市のアイデンティティやないかい。そう。でも、2000… やばい、やばい、やばい。あ、上がってきた。あ、やったー。オッケー、これで大丈夫。てれー。やばい、やばい、溢れすぎ、溢れすぎ。大丈夫です。溢れるぐらいが丈夫。オッケーです、オッケーです。はい、やった。まず、その足りる、足らない問題はこれでオッケーですね。はい。ワンフェスの会場内ではこういうことをやるときは、あの許可をもらわないと。勝手にやったら、基本禁止です。捕まります。基本禁止。はい、これ黎明期、30年ぐらい前は、会場でみんな作ってやられたから、ね。なんだったらあの、トイレに流しちゃったりとかして、ガチガチにしちゃったりとかっていうことが何回もあったんです。それはやばい。そういうならず者がいたんですよ、黎明期は。もう固まったっぽいんで、行きましょう。はい。はい。はい、怖い、怖い、お願いします。剥がすとき結構気持ちいいですよね。なんかメリメリメリ、そうです。ベリベリ、ええ、どっち、いけてると思うんだけど、どっち、どうだろう。すごい、やった、でき誕生、綺麗なんだすごい、どこも基本入ってないですね。すごい、頭のてっぺん、はい、一番上から見てください。大丈夫、欠損部分ないですね。ないし、え、綺麗。やった。やった。海洋堂さんです。完璧です。すごい。すごい。まあ本来でしたらこれで大体終わりなんですけど、専務がなんか変なこと思いついたのは何ですか。何ですか。ミュウちゃんカラーって水色でしたよね。はい。白に青を足すと水色になります。お、はい。これってあのね、蛍光カラーがあってなかったら最高に綺麗な、ちょっと青っぽくなるはずです。ということでこれのチキータさん、プラカラーのラッカー系のカラーを入れると顔料がしっかりと混ざるので少し色がつきます。白かったね、あの硬化剤じゃなくったあっちの方、取材はどっちですか。取材に入れてる方があのより綺麗になるはず、うん、あの硬化剤もいいんだけど、やっぱりちょっとね、混ざりが出来上がると良くないと思う。取材に入れるのが正しいというか、まあ、これぐらいでいいですよ。ポタ、こんなもんでいいかな。ポタリア、はい、2滴しか入れてないの、ほらこれこんなに青くなっちゃうんですよ。2滴だけでポタッポタッとかいてね。ほんまや、ほんまや、綺麗。これに、あ、あかん、え、ラッカーでいけんでしたっけ。僕らあのいつもやってあの蛍光カラーをいつも使ってたんですよ。なるほど、なるほど、やっぱ蛍光しかあかんかったかな。まあやダメ元でやってみよう、はい、はい、失敗は失敗でね、盛り上がりますから。そうですね、あ、でも綺麗、まあ綺麗、うん、まあまあなんとかなるっしょ。蛍光ブルーとか蛍光ピンクを使うと綺麗に、うん、色の元とかの顔料は、顔料売ってますけど、ない時は僕らよくあの試作品みたいな時作る時はクレオスの、昔はグンゼの、あと昔あれが使えるって言ったらマジックインキの替えのやつ、お
あれがすごくいいんだって。まあそういうことだと UV レジン用のなんか染料があるからそれを探してたって。あとはこうレッツゴー、アマチュアがみんな勝手にそれやり始まったんでメーカーがそれ用の製品出しました。色つけられる元みたいな、みんなでこうやって色つけたガリがいるんですよ。あでも綺麗、綺麗です。カモみたいですか、はい、ダメだけど富士山みたいなですね。なるほど。お、上がってきた。おー、きた。あ、OK ですね。もう慣れたもんです。ね、もうこれが最初ね、10回目ぐらいまで楽しくて仕方がないですよ。はい、ありがとうございます。はい、さて、どんな演技に。はい。もう慣れたもんで。はい。お、お、え、お、でもすごい。すごくなった。まあ、あれくんちゃん、顔が、あれ反対側ですね。あれあ、そういうことか。そういうことや。そういうこと。急にほっぺらが欲しい。くーちゃんの顔が。うわ、かわいい、すごい、いい感じです。ほんまや、色がついてる。アイスみたい。ブルーベリーみたい。いい感じ。あれは大色ついてます。え、やばい、めっちゃかわいい。よかったよかった。よかったよかった。よかった。パチ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 。すごい。全然今日ここまでできるまで想像ができなかったんですけど、もうめっちゃ楽しくて、あの、プー大量生産したいです。プー大量生産計画。なるほど。ワンフェスに来てる方はみんなこれをやってるんです。あ、そうなんですね。みんなこうやってやってる、ね、すごい、めっちゃ可愛い、ね、なかなか楽しかったです、はい、楽しかったです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でも最後に締めの一言お願いします、はい。まあ、こうやって自分の好きな分身ができて売れるって、これはガレージキットの原点でありますから、はい、まあ、みんな今度はワンフェスブーちゃん、あの野心化計画期待してください。はい、はい、バイバーイ、よろしく。100万人